初見、萌えんこ。ありがとうございます。なんかくすんで見えるこのキラキラの透明感の隣だったらしんど。メイクしない、メイクしたらいいじゃん今日配信で。やだよ今日、最近肌の調子悪いんだよ。びっくりするぐるするぐらいの背中汚いね。まあなんか、いや、そのめっちゃ汚いってあれやね。なんで？どうしたの？湿疹みたいなのできてる。ストレスなんじゃん。の調べたらそういうのばっか出てくるから、でもストレス別に溜めてないからさ。あ、今日、あ、山田です。あ、ひじりです。やまりんチャンネルでーす。YouTube でこれ聞いてないよな、多分みんな。何が？いやもうこれ、これだって投稿してないからさ、最近。ねえ、投稿、早くなあちゃんに会いたいんだけど、ひじり。やばいよ、ほんまに。いつ会えるかな？ 6 月中はだって会えるんやんな。会えないですか。なあちゃんがおいでよ。おっと来ましたこれ。それ無理です。なんでよ、じゃあ無理だ。あら、じゃあ無理だ。二重変じゃない。あれ、なんか二重変じゃない。なあちゃん二重変だとね、気が気じゃないから。ダメだ。本日はですね、企画ではないんですよ。ちょっと企画続いてたんでゆっくり喋ろうって、なんかダラダラなんか喋ってるのも好きだよっていうコメントもあったので、ちょっとダラダラ喋っちゃいますか。皆さん、みんなもなんかただダラダラ喋るっていう企画。うちいちゃんとも電話さ、そんな頻繁じゃなかったよ今週。うん、だから普通に。なあちゃんは全然してくれないからさ。よく言うわ、そうやって悪者ですか私。ちいちゃんが忙しいかなと思って。うん、かけてよ。ちいちゃん結構ね、今ね、あ、ミラモン。ちょっとバターついてる感じしてたから、なんかあんまり。なんですけど。でも動画自体はな、さ、結構あるんよ、もう撮っとんねんけどな。次今どのタイミングで撮ろうか迷ってる。でも今のその状態も面白いけどな。意味わかる、言いたいことわかる、わかる。なんかそっからみたいなとかも全然面白い。なんかもう撮ろうと思ったらやっぱさ撮れるやん。でもその編集するにさ、どうしても時間かかったりさ、なんていう動画自体にさ、あの編集したい欲が湧かへん動画とかあるやん、何ちゅう。うん、するよな。ヤマリンチャンネル調べよう。1万1.15万人ってなんぼ。1万1500人。もう一回って。1.15万人。増えてる？減ってんのか。いや増えてるか。うん、ちょこちょこ増えた。減ってはない。やばいな。でも一応 YouTube は動いてないけど、ヤマリンで何かしてきないかなって考えてるよね、言っててね。 YouTube は今ちょっといろいろ忙しくてだったり、お互い会えない日が続いていてちょっと停滞してるんですけど、ヤマリンではちょっといろいろなんかできないかなって二人で考えてるよね。うん、考えてる、考えてるし、でも結局な、1万人のイベントもできてないまんまで。でも、うん、会える日はあるよね。うん、だってそれがあったらさ、また一つ動画が増えたりさするし。でもまあ、ヤマリンファンの皆さんはぜひぜひ楽しみにしててください。お、ああ、はい。でしょ？楽しみにしててください。え？でしょ？そうだね。楽しみかな、大丈夫かな。え、楽しみじゃないんだ。
え、違う、奈々が楽しみやで、ね。奈々は楽しみやけど、ちょっとみんなが楽しみかちょっと不安やから、ちょっと思い切って言う。絶対楽しみ。ゆうちが楽しみだったらみんなが楽しみっていう、ジャイアンスタイル。奈々ちゃん止まってる。すごいあれじゃん、ポジティブじゃん、今日。うん、ポジティブじゃない、普通だよ。うん。あ、ちょっとだけあれやな、ボックスの話一瞬していい？いいよ。あ、改めて皆さんの手元に届いたということで、あ、ひじりちゃんルームの方申し訳ないんですけど、全然しゃべって、私ボックスしてまして、あの届いたっていう DM とかストーリーとか見てめちゃめちゃ嬉しいでございます。で、私あのメッセージカードのラッキーの英語が間違えてるよっていう。全部？いや、全部じゃないねんけど、DM でちょいちょい来てて。なん、どうやって書いてたんだっけ？ K が抜けて、え、K？ わ、じゃあ Y が抜けてたりしたいの。どういうこと？ラッキーの Y が抜けて、 Y が抜けてたりして。ラッキーってこと？ラッキーボックス。うみたいな、なってる人いるって聞いたから、ほんまそれは申し訳ないなって思って。でもな、あの、その、中身的にはまだ届いてない人がいたら、ちょっと、ネタバレなんかな分からへんけど、まあ、SNS に結構載ってたりするから言いますけど、あれ今のこのご時世で、選ぶもんめちゃめちゃ悩んでんけど、そのタオルとかさハンドソープってさあればさ今なんていうん、いらんもんじゃないよ絶対。だから便利かなっていうのと、あと女の入浴剤好きっていうのを昔から言ってるから、 なんで笑うと。なんか奈々ちゃんが真剣に説明しようと思って。ごめんな。いや、これ伝えてない。なんか嬉しい気持ちになった。もうそうでしょ。いや、なんかこれ伝えてないなと思って。喋ってなかったから。ちょっと伝えてて。あ、ごめんごめん。んで、そうそうそう。で、入浴剤は私は、インスタのストーリーとかで毎回あげてたり、まあ、昔からなんかみんな結構馴染みがあるっていうか、なんていうの、奈々のストーリーって言ったらさ、入浴剤のさ、ストーリー多かったと思うから、それも入れつつで、ラッキー人間はやっぱこのショールームでみんなでずっと言ってたことやったから決めてんけど、まあできたら大切に使ってもらえたり保管してもらえたりしたら嬉しいかなって感じですかね。でまたこれで最後じゃないと思うので、私そのボックスをすることがはいなんですけど、そのまた次の時もよかったらお願いしますって話です。はい、ありがとうございました。ちーちゃんも販売するからみんな買ってね。そうなのかもしれない。まあ、この機会いただいたのこれのおかげなんで。ありがとうございます。痛い、ぶつけた。ぶつけた。ネイル描いた。なあちゃんがもらったやつ。これなあちゃんあげたやつ。なあちゃんからもらったやつ。なあちゃんが誕生日プレゼントであげたやつ。じゃあ私プレゼントもらったやつ。大事してんの？え？大事してんの？大事にしてる、ずっとつけとる。うん。じゃあええわ。じゃあええわ、そういう意味じゃないで。じゃあええわって嬉しいわってことな。めちゃん眉毛薄くなった。え、じゃあね、聞いて、これさ、なのさ、眉マスカラが下にあったわけよ。で、結構バタついて今配信始めたんやんか。眉マスカラ、この2階にある眉マスカラが、髪質と全然合わへん、すんげえ明るいやつ塗っちゃって、眉毛ねえやつみたいな。それすぎたかと思った。塗っちゃった。塗っちゃったよ。今日はゆっくり話しますよ。何するのって来たけど。今日はゆっくりお話タイムです。ナナもショールーム自体。先週かな先週来た。だけな。バリブスやん、まだ今日。何かしていいよ。いや、したくはない。肌に負担を与えたくない。目すればいい。てか、なんか二重が、なんか鏡も向こうやし最悪やな。なんか映る？ここ。映ったなんか。ソファー？ソファーだけ？ソファーと、あと男の子が映った。
ちっちゃい3歳ぐらいの男の子映った。なんかホラーの話聞いてんだな。うん、コメディーやで。めっちゃおもんないコメディーやんじゃん。え、何持ってきよう。ほんでパジャマやないの。パジャマじゃないし。パジャマ、それレッスン着でしか着てるとこ見たことないで。レッスン着でないじゃん。これだってめっちゃ長いよな、知っとる、うん、なんかこのズボン、うん、どんな時もどんな時もこのズボンで乗り越えてきた。それはちょっと持ってる。手放せ。それは持ってるでしょ。持ってる。こんばんはってめっちゃ来た。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ご飯なんか食べた？チーするご飯に納豆をかけて食べた。ちーちゃん7丁目で早く今すごいでいっぱい食べさせたよっけな。え、なんかおる。小学3年生おる男の子。小学3年生おら。ちょっと待って、愉快な話してて。多分このお家小学3年生いますね。ねえ、愉快な話って言ったじゃん。怒られてた。なみちゃんはお家で海苔巻いた鶏肉のやつと、きゅうりと、ささみの中華ふわえみたいなのと、すごい盛りだくさんや。大根の漬物、ゆずの大根。辛いの食べたい。いいね。ね、早く会いたいわ。ね、早くなっちゃったご飯食べたいね。な、食べたいな。もうね、記憶、もうなんか半年も会ってなかったらさ、ね、やばい。あの時の感情がもう忘れかけちゃうよ。ね、やばくね。マジで。え、ちょ、来て早く。やだ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 。こっちで会いたいから、もうなのは。なんでよ。しかも服、服で、服取りに来てほしいし。だから早く送って、まあ、何何何何、それ言おうと思ってた。なんで送るって言ったじゃん。怖い。なあちゃん。ちーちゃん。なあちゃん。ちーちゃん。それは悪いやろ。送るって言ったでしょ。ちーちゃん、そうやって言わないよ。なあちゃん違うでしょ。そこはもう解決したでしょ。双方がもう解決済みでしょ。任意でしょ。なあちゃん。もうなんか毛がもっと。え、怖い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 。急になんか言っちゃったみたいな。毛がもっと。なあちゃんマジで早く送って。ねやん。夏服ないのマジで。送ってる。お願い、送ればいいじゃんって分かってるよ。送るから、お願いお願い、もう分かっ、着払いでいいから。違う違う、それは別に出す、なんなん、着払いでいいから、どっちでもいいわそれは。送るんだけど、いやちょっとさ、やっぱさ、これでさ、ちーちゃん来るっていうさ、あれになる。果たして今年会えるのかだって、やばくねそれ。会えるよ、それは絶対会えるから。それは確かに会えるか、会えるけど、でもなんか本当に、全然気持ち的には今新幹線で行ける。ね、絶対それ言うだけじゃん。うん。で、気持ち的にはって言ったやん。ブー。何そんな聞き方、かわいい。ブー。かわいい。早くしてほしい。無理無理も。はあ、絶対来ないだろう。てか多分ナナが折れないともう来ない気する。行くよ。で、行きたいもん、普通に余裕で。で、行きたいんだって。6月ね。で、6月無理や言ったら、何回も何回も何回も、チームや、毎回毎回違う人と話しようか、この子は。だって5月ほんまやと来るつもりやったね。5月難しかったやろ、ナナちゃん。どうだから。グズ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 なんだよ、赤ちゃんマン。なる。ダブー、いや手がお化けないよ。ダブー、絶対赤ちゃんそのジェスチャーじゃないでしょ。ダブーこれ合ってた、これ合ってた。なんかさ、めっちゃさ、足の血管がぶっくりしてるんだけど大丈夫かないし、これ、うん、大丈夫じゃないです。多分それもう足の血管も兵庫に行けって言ってる。ちょ真面目な話しようね、今。真面目な話や。
っちも。いや大丈夫かな、不安になる。どんぐらい？あと写真送って。奈良の背中のんがやばいからマジでびっくりすんで。奈良美ちゃん肌綺麗やん。うん。びっくりすんで結構。なんでどうしたの？わかんない。どうしたのって、なんどうしたのって。そうです。色黒なの、日焼けしてんな多分。早っ。なる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 。なんかマジで今日ちょっと顔ちっちゃい気する。顔ちっちゃい。痛い。どんな強さで押しやん。んでも顔シュッとしたくない？えなんかさ、今日シュッとしてるよな。今日？ここ。痩せたんじゃなくて。痩せてはない。だって何も考えてないもん。うん。あんまり。でも痩せるなって感じよな。なんかあいやこれなんか無限ループです。そうそうそう。女の無限ループ。痩せたい。いや背中見たらマジでみんなに嫌われるからね。見せてよ。いや見せられんやん。嫌われる。それで残った人が本当のファンだよ。やだよ。なんでここで試そう。減衰？減少？え？減染？減染。わかんねえ。なんか珍しく今日なあちゃんの服着こい。そうやな。口だけ濃い口とか思ったらなんか顔黒くすぎてなんか。なんか意味なかった。ふごーって言うな、ふごーって。自由で可愛い服買って、商品紹介して。でも自由ばっかで買ってんな最近。自由の隣に引っ越せば。なんかさ遠くに行かへんのよ、そらこのあれやし。んで結局あれ安いしな。シャンパーダントモジョルディーノネネ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 ネここ面白い、絶対ならがやったら面白くなる。ネネ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 ネ。ゆくみちゃん踊ってたで。嘘、うん、TikTok な。 TikTok 載せてたよ。あ、昨日載せた。どうだった？あれね。いや、てかさ、髪見せて。え、見せてるんやけど今。ほんまやな。ええー、わ。ええー、と思う。その長さなんかええで。嘘だって、なんじゃ長い方が好きって言ってたんや。え、だから短すぎず長すぎず、その長さ結構大人っぽくてマジでいいと思う。え、でも言われた。なんか、うん、こっちの方が大人っぽく見えるって言われた。うん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 。なんかギャル感もなくなった。え、そう。なんか最初さ、なんかギャルになってしまうんですよ。本当に悩みなんですけど。でもなギャルはいいと思うんです。うん、ギャルの子好きだし、ギャルのモデルさんとかも全然好きなんですけど、うんうん、まあ、自分がこう理想としてる女性像は、うん、まあ、どっちかっていうとこう大人っぽい感じの、うんうん、艶やかな感じの女性になりたいなって思ってるので、やっぱギャルになると変な子供っぽく見えちゃうんだよね。で悩んでたんですけど、ちょっと人の話聞いてる？何見ながら聞いてる、聞いてるって、めっちゃ聞いてる。ギャルっぽくなっちゃってみたいな話じゃん。そんな言い方じゃなかった。じゃあなあちゃん悪いじゃん。うん、なんじゃん。でもこの髪型したらちょっとなんか大人っぽくなったねって言われた。なんか今がベスト。すげえ、すごいいい。どう？すげえってちょっと汚く、ずっとこれでいるわ。なみちゃんも伸びたよな。え、なあちゃん伸びた。な、伸びたくん。あ、伸びたです。てか誰だな、その。いつもモノマネするときにさ、誰。メガネ。ピカチュウ。ピカチュウって言ったよ。静香ちゃんって言ったの。伸びたくん。まだここにいてね、君の。こっちにね、音楽があんまり聞こえてないから一人でマジでなんか変なことやってるやつなのよ。みたいな。最後今のびくしゃ、なんかナマズみたい。やろほんまにブサイクやな、マジで。ごめんな、なんかみんな来てくれた。あ、これこの顔で面白くない。なあちゃんのファンの人から渡してって言われ、あ、
それ DM 来てたわ。早くください。だから兵庫、それやっぱ届けなあかんから兵庫に来るべきやろ。フリフリしない。ほら怒るよ。ごめんなさい。大事にして。ごめんなさい、うん、愛してんじゃん。最近どうですか皆さん。いつに聞くのかと思った。皆さんだった。最近どうですかひーちゃんは。特に変わらず。ん、なんでバタバタのバタコ。バタバタのバタコ。うちの子が泣いちゃった。バタバタのバタコ。そうやな。でもバタコちゃう。なんてに会いたい。だから早く来てってそうやって言ってくれるんやったら絶対なんとかいけるって。いけるやろ、ぶちぐ頑張れば。まあ、今月は厳しい。あ、やっぱそうなんや。来月7月前半が一緒にしかもしれない。平日かなって感じ。3日とか折れても3日ぐらい。やばそうよな。でもわかるわ。そうね。でもなあちゃんもこっち来て。なあちゃんね。君たちがベラベラと喋ってるからみんなも静かに見てるかな。うん、みんなも喋ろう。みんなも巻き込んで喋ろうよ。やっぱMC の基本です。みんなを巻き込んで喋る。それがならパリ巻き込むタイプやってんけど。ん、思いませんとかなんか聞いてたわ。うまいやつや。いやうまいやつじゃないけど、あれ懐かしい喋ってたの。いや、みんな喋ろうや。よくよく考えたら秋田と兵庫って遠いな。うん、遠いよ。遠いし。よくよく考えなくても遠い。遠いね。遠いね。でもさ、ビンゴでさ、言ってた通りさ、奈々たちってさ、ほんま相当遠い人たちやん。1位、2位の人なんですよ。あの中で、47都道府県の中で一番、2番遠いメンバーなんで。そこが一緒に今ね、やってるっていう。すごいよね。本当に毎回しみじみ思います。ねな、ほんま思うよな。でも無理があるって分かっとったけど、な、それを、そんなん、で周りのこと聞こえんかったよな。うん、自分らがやるってなったらやるって意外と結構。え、そう、でもめっちゃ大事だと思う。何見てんの？いや、コメント見てた。うん。無理、無理、無理。うん、まあ、でもそれをね、でもやり、自分がちょっとでもやりたいって思ったことはやった方がいい。やんなかったらもう後悔でしかないから、あの時はやっておけばよかったなって、やって後悔の方が絶対いいと思います。うん、そうね。うん、こればっかりやな。さて、ね、最近のさ、お気に入り紹介していい？うん。何それ？ザラホームのザラのインテリア屋さんのなんだけど、服のザラね、インテリアのところなんだけど、めっちゃいい匂いなの。ちょっと嗅いでみて。いや、ほんまや、やば。めっちゃいい。やばいでしょ。これマジでいい匂いなのよ。なんかあれやな、女の子っぽいな、匂い。匂いやろ。うん。
あ、そうそうそう、女の子っぽい感じの匂いないけど、ちーちゃんらしいな、なんか、え、すげえ、めっちゃ可愛いやん、やめてよ、家燃やそうぞそんな喜んで、そうそうそうやったーとか言ってさ、だからわー、うん、やばいやばい、笑い事じゃない匂い、うん、いいよ、まさきマジでどっか行ってんだけど、行ったおしゃれやな、てかあのあれさっきの、ハマちゃんってあれ見たの、2本になると強くなるんだよ。あれダサいやん。領域展開の展開。あれダサない。見るんやめるわもう。そんな。なあちゃん今日面白い。一発当たっただけやろ。結構何発か打っとあれやんけど投げといたけど。嬉しそうに笑ってる。面白いあれ見たで全部言ったっけ、もう一回やって、なんで2回やったら思わないに決まってる、早くやって、早くねえちーちゃん早くやって、領域の展開もう一回かいちーちゃんだけよ、もう笑っとちーちゃんだけよ、かわいい、何それ戦い方独特じゃこれをこうやってすると、ちょっと弱められるね、うん。あ、弱められんの。領域に。てこい。弱そう。てこい。ちょっと戸惑う。気まずい。見た全部。全部見たやんけ。見てない。だから、あのパンダさん先輩。やばー、これ何回話したやろな。いや、ほんとにね。これ3、4回ぐらいずっと喋ってるけど、これ。覚えろよ、ヒジが領域展開のやつどこまで見たか、いい加減パンダパンダ言ってんもんな、うん、言わせとんのお前や釘崎のばらっていうのもなんか何回も言ってるな多分、うん、好きやねんな、うん、え、あの日ねえねえ見たことある人おったら言ってな、あの日見た花の名前をなんちゃらって見たことある人おるかな、それなんだっけ、ドラマだよっけ、違います、アニメ、アニメです、え、それ知ってるよ、嘘、この日見たなとかなんとか思えなんとかなとか本当知ってますえ、あの日見た花の名前をなんだっけ、僕らはじゃなくて、でもそんな感じ、そんな僕らは覚えているのだろうかじゃなくて、覚えていないじゃなくて、これ初めて見た、でそれさ、それさ普通にアニメもある、あドラマもあるよね、あ多分なんか実写であると思う、そうだよね、浜辺美波さんが出てたよ、え、そうなの、確かそれはしなかった、あれ、それはなんか友達におすすめされてみたけど絶対泣くって言われた時のなんか泣かんかった、面白かった、え、サメキ、サメキと、いや違う、パディントンででも泣くんやで、なうん、パディントンやばいんですよ、パディントンはね、お昼にみんなでお昼ご飯食べながらなあちゃんのママとなあちゃんと一緒に見てたんですよ、パパも見てたね、パパと4人で見てたんですけど、パディントンのねシーンでね、なあちゃんとなあちゃんのママは号泣するの、あれわかんない、二人で目合わせてうわーって泣いて、そうで、パパとヒジは笑って見てるっていうそうだね、ウォーキングデッドでは泣いてたけどな、なんだっけ、そっちでは泣かんのよ、そう、動物に関わると思う、泣いちゃう、結構きつい、ダメダメダメ、だってマジでさ、これ話したことあると思うけど、なんだか お昼ご飯ぐらいかな、ヘジが2階で寝てて、うん、でなあちゃんとなあちゃんのママが先に起きてて、下でドラマを見てたのよ、でお昼ご飯だって言ってヘジが起きて、うん、下に降りてった時にはもうなあちゃんもなあちゃんもご飯も食べてたんだよね、うんうん、そうっけ、食べ始めたんじゃないっけ、あそうやったかな、あれ忘れた、あヘジが寝すぎて、でも一緒に食べよったで、そうだよね、でヘジが途中から寝、ヘジが寝すぎてて、うんうんうん、確かデジが途中から降りてきて、うん、一緒に合流して食べたんだけど、うん、
ひじが階段から2階からこうやって降りてきた瞬間に2人とも泣いてたよね。うん、あかんね、あかんって分かったね、見てんの2人とも、うん、ダメなんですよ。で3人でご飯食べてる時に2人は号泣しながらご飯食べてたって言いながらご飯食べて、お葬式のご飯かなってなったんだ本当に。そうや、難しい。パディントンって何やっけ、あのクマさんの映画ですね。ひじここにさ、たい焼きがめっちゃね並んでるの今。やば、食べて。食べれない食べれない。なんかひじ今日すごい前歯の主張激しくない？そう、いつもだよ。え、嘘だよ。あーじゃん、嘘だよ。サプライズ、サプライズじゃない意味するんだ間違い、間違いか、違って、間違ってる、ちょっと待って、間違ってる、あーちょっと待って、間違ってる、待て、いいし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 、ねし、ねし、よし、うん、よし、一回目がよかった。なあちゃん、なあちゃんも下手くそじゃん。なあちゃんだって何回もできない。すぐなあちゃんって呼ぶよな。なあちゃん、あー出た出た、ほら君もだよ。あ、たい焼き、たい焼き、すんごいひじの口の中に入って、入っていけた、たい焼きが。あ、もうないよ。二人のやりとり最高やって。こんな、あれ、大丈夫かな。でもなんか、そうです。こんな感じです。こういう配信もある。あれですよ。平和やな。でもほんまに平和。平和なんですよね。平和ですよ。最近みんなハマってることある？聞きたい、そういうの。すっごい一般的なやつも。うるさいな。記事はなくない。曲でもいいし。待ってること？待ってることは歩く。いろいよ。お散歩仕事？うん。なんか駅を歩く。駅の一駅分ぐらい多めに歩く。へえ。でもなんか多分普段歩いてないのに歩いてるから右の足首が擦れしていたいな。え、だって前から痛かったの？痛かったけど無理したかった。また擦れしてる、うん、痛いの、うん、痛いの。気をつけんと。半身薬、最近チーズにハマってる。寝ることにハマってる。韓流時代劇にハマってる。分かってるよ、分かってないよ。これさ、最近ひじが曲のなんか YouTube の曲のプレイリストみたいのがあるんだけど、それにこの歌入ってんだよ、うん、なあちゃん思い出す。それこそちーちゃん、あの思い出すけど、分かってる、分かってない。ほんまにええわ、その髪型。この髪型？そう。前髪あるんだよ、ほんとは。前髪あった方が、あ、いやー。どうだろう。これちょっと見せたいけど。あー、いい、いい、いい。薄めの前髪いいね。ほんとは、前髪はこうなる。え？ほんとはこうやってやる。やばくない？やばい。あんたこういう前髪なんだ。直角じゃん、チョウチョさんだ。ひじいちゃん、チョウチョさんだ。動きが絶妙にキモいね、うまいから。本当は何やろ、何にハマってるかな。なぜ何にハマってんの？あいつゲーム。何のゲームしてるの？ゲームもしてるし。スイッチ？うん、携帯ゲーム。携帯ゲームなの？今日は何かな。くしゃみ出る。出しちゃダメ。
なんでな。びっくりするわ。出しちゃダメって言ったじゃん。ダメだよ。拷問やん。ダメだよ。へいって。ダメだよ。次、くしゃみしたら罰金ね。罰金何？罰金？罰金何と罰金と罰金と罰金だよ。なんか、びっくりよ。ごめん。電話の感覚に一瞬も。恥ずかしい。恥ずかしいです、なーちゃん。ごめんなさい。違う。恥ずかしがってます、なーちゃん。先生、ちーちゃんを笑かせようと思っていつもこういうことしてる。嘘です。ひどい。そっち側やった人間。怖っ。マジ怖い。無理。敵やん、もう。敵よ。わかってるよ、わかってないよ、きっと。飛んでた。やって。何よ？グー。おー、そっちタイプね。こういくタイプね。やるよ、うん、こっちに振ってハーッとするよ。うん、はい、ん、はいってすんの。ポーとかフーとかね、はいってすんの。それはあんま反応できないかな。これ奈良たちだけ面白い。子供っぽ、うちら子供っぽいかな。やばごめんな、初めてちょっと可愛くないと思った、今初めてに近い。どんだけ拭いても汚い。あ、汚いってこと。うん、違うよ、顔が変だよってこと。うん、それどう入ったの。入ってないのに変になるの、どういうこと。変じゃん。ごめん、喋ってんの。喋らしたって。どう？かわいいよ。あんまりかわいくない。ひじめ、メガネあんまり似合わないんだ。ねえ、何見てんの？出た。びっくりした。なっちゃった。ずっとこうやって止まってるからさ、またちっちゃい男の子来たんだと思って。ねえ。ちいちゃんは似合うやろって話をしてて、なあちゃんの方がメガネ似合うよ。似合わないよ。すまみちゃん今あっちだ。あれはあるわ、ブルーライトのメガネやったらあるわ。あ、今どっかに。こちらです。ちいちゃんと、あ、待って、メガネ屋さんで買いに来た。汚い、めっちゃ汚い、使ってないから。お前あるやん。もう結局最近使ってない。そうやねんな。ならこれめっちゃ下手くそやねんな。どれ？え、そうなーちゃんね、マジで下手くそ。食べちゃうの、メガネ。そう、なーちゃんでこうやってはーってやっとくんで、メガネ食べちゃうの。距離感ミスってんのよ。食べちゃう、メガネ食べちゃう。できて、うまくなったね。かわいいやん。もう一回やって。なーちゃんね、2回目ね、かわいいって言ってやってって言うとできないんだよ。同じこと2回できないの。それもまたかわいい。シェッ！褒めてくれるわ。え、そんなやつだったっけ、なーちゃん。バカにしろ、バカにしろ。今すぐ撮るよ。なんか嫌だよ。違う。なーちゃんそれつけてんのしばらく見てなさすぎてさ。確かに。なんかいいじゃん。いいか、これいいか。いや、メイクしてる時ならいいと思う。今はなんかご飯ですよみたいになってる。違うよ、ご飯ですよはやってあげるよ。いや待って、ご飯ですよだけど。すごい、ご飯ですよじゃん今でしょ。
ねえ、ワクワクさんみたいって褒め言葉でいいかな。確かに、帽子の色、ワクワクさん。ワクワクさんでもいいんだけどね、ブナラは別に。ワクワクさん好きだし、見てたし、お世話になってますから。ワクワクさんってどんなだっけ？のうん、おあおね、髪切りたくなってきてんやんか最近。でもそれ抑えようね、その衝動を。ちいちゃんどこ見とん、ちいちゃんどこ見とんか。なんちゃんすごい超画質悪いよね、マジで。じゃあワクワクさん調べよったんや。いやいいから。そしたらまんまなーちゃんやった。ちいちゃんそんなに褒めんといて、今日褒めすぎ。え、ほんまに、マジでなーちゃんやって。見てほしい。うるせえ。あ、東京リベンジャーズも見た。やりやん。私はドラケン派でしたね。きっと見てる人いっぱいいるやろな、ここに。いや、知ってんのよ、ワクワクさん。お世話になってんのよ。知ってんのよ。何だっけ、なんか作るよな。作って、なんか歌ったっけ。何マジ二人の LINE 電話を聞いてる感覚だって。そういうこと、ほんまにこのまんま。夢を描いて高い空未来は届く気がして、余計に悲しくてんてでんてんててれれてんててんてん、ポーツポーツ雨が降りゃ、ね、なあちゃん、それなあちゃんしか歌わないんだからさ、それ歌ったら忘れられなくなるでしょ、その歌が頭から。そこの歌頭から。じゃあ忘れなきゃいいんだよ。どうなってんの、なんかおされたみたいな。何、じゃあ忘れなきゃいいヘッドホンできた。最近そんなに笑ってる？大丈夫？久々笑ったんじゃん。あ、チョコレートですか？チョコレート。逆振る。何でもできるわ。あ、面白い。めっちゃかっこいいかも、だって。やった。これで歩こう、これから。え、多分これ、多分こっちこれよ。これで歩くでもな。あ、すごい、めっちゃショートみたい。にゃー。なーちゃんのファンの人はたまには厳しくいくことも大事だよ。全部褒めたらいいってわけじゃない。本人のためにならないから。困った、困った、困ったさ。見て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 。困ったさ。なおみちゃん、こまえたんさん。やばいよ。なおちゃん。なおちゃん見えとう？なになになに？見えとうで。自分の今やった顔見えとう？ゴリゴリ見えとうで。だって、目だけやもん。視力 2.0。やばすぎ、ほんとに。会わない間に変わっちまったわ。どう？え、面白くなった？どうしたの？あ、どうした？なんで今照れてます。あ、かわいい。お、やったー、かわいいって褒められましたー。かわいいなーちゃん。なんか褒められちゃうんですよね、この人といると。自己肯定感上がるでしょ、言ってた。上がる。でもたまにこいつバカにしてんのかって思う。なーちゃん、そんなこと思ってた。もう、ちょっと待って。もう、電話すぎる、これは。ダメダメ。ダメダメ。みんな。ちょっと、なーちゃん、一踊りでもしてやって。みんな何？オッケー。
もうそれやめて飽きたから。ゆうちゃん面白いって言うからやったのに。かわいい。かわいい、何？また言ってるよ、かわいいって。やばい、二人でやってろって思われちゃう。どうしよう。やばいやばい。でもなんかこんなんじゃなかったよな、なんかさ、こんな喋りじゃなかったけど不意に出るんや、友達とっても。マジでやばって話したの。山田を一番甘やかしてるのはひじり説って本当だよね。そうだよ。いいわ、なあちゃんに甘いんですよね。そうそう。はい。長電話でどれぐらい続けて電話したことある？いやもう何十時間よな。一日は余裕。しかも寝落ちしてるからお互い。電話しながら寝落ちして。だって夜電話してで寝て朝起きて昼とかまでつなげてるよね。うん、あるある、全然ある。で昼とかつなげてて、逆に長電話しすぎて、その夜中普通に寝る前とかに電話かけてずっと寝るときもして、お昼ご飯もずっとつなげてご飯食べるまで一緒にして、うん、で切っても寂しくなっちゃうんだよね。なんか当たり前やったもんな。当たり前やからさ、ね、それだからまたかけちゃうんだよね、普通に余裕で。そう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 、話してなくても別にいいよな、多分。そう、会話的には薄いです。電話をつなげてるっていうことを目的としていた。のみちゃんとひじちゃん仲いいです。仲良しで嬉しいって来たから。仲いいよ、うん、仲いいに決まってるでしょ。でも仲いいけどあんま伝わらない仲いいだよね、多分。逆に いやもう伝わるか、ここまであれたら。伝わるよ、伝わんない、逆に一周回って、うん、そう、分かんない。初めてじゃないよ。久しぶりに会うときは動画回すわ。会うだけでも回すわ、うん、泣くんじゃね。それはないわ。こういうとこだ。そうやって言いながら意外とないと君やから。まあでもないか。いや嬉しすぎる。早くなあちゃんに会って言うしたい。テディベアじゃないんだから。なあちゃんってしたい。ぬいぐるみとかだと思ってる、なあちゃんのこと。なあちゃん、なあちゃんってしたい。ピチとイクミ会うらしいよって、どっから情報これ来てんの。昨日インスタライブしたときにイクミとコラボした。そうなんだ。でも会えるか分かんない。呼吸音で会話してんだもんねって。呼吸音で会話してる、うん、無言でもあつなげてるじゃないって。てか奈々がさ落ち込んだ時にさ電話もつなげとうだけでいいからって寝たことあったよな。ベイマックスって何？奈々めっちゃディスられてる、もしかして。敵は味方の中にいる。いや多分でもこの子はそんなあの悪いように言ってるわけじゃないと思う、多分。いやいや悪口なわけなくない。どっからでもベイマックス来たいの。なんかしゃべったっけ、ベイマックス。いや違う、なあちゃんにギューしたいって言った感じ。あーうまい、千秋うまい。私はベイマックス。よくわからんそれも。私はベイマックス。全然ディスってない、ごめん、全然ごめん、ごめんとか言って大丈夫、うん、違うよ、大丈夫、分かってるよ、分かってるよ。かっこええ、うわぁ、PV みたい、なんか何が？あ、今のフッてやったやつ、うん、エンドー。え、それ何のシーン？ We are always love you。 なちゃん、こんな曲もよく歌うんだよね、なんか不意に。ダメって言ってないよ。 We are the world, we are the world. それパパ大好きなやつ。
パパ爆笑するやつ。We are the children! We are the パパこれ歌って、なーちゃんがこれ歌うの好きなんですよ。それも爆笑する。We are the children! 全員役やるから、あれ。一人何役もやるんです、それ。それを白い目で見るママ。パパ爆笑なのにママ。なんかな、あそこな、あんまりな、笑いのツボ合ってない気する。なさそう。よくそんな話す内容ありますね。兄たちは話さなくてもいいんです。でも割と話してるよな。なんかもう話、なんか話してるな、めっちゃ。何が？だってさ、1週間に1回はさ、言えばこうやってさ、話す機会あるけどさ。逆にぎじ、なんか前さ、本当にさ、暇さえあれば電話してたじゃん。うんうんうん。電話してつなげてたし、話してたし。うん、でも、まあ、最近は別に仲悪いとかじゃなくて、連絡も普通に取るけど、その電話する、まあ電話をするけど、まあ、前よりは確かに頻度は、比べたら、まあなんか、まあ、なかなか少なくなったけど、うん、あ、全然なーちゃんと、そう、全然なーちゃんと連絡してないなと思ってパッて見ると、うん、トーク画面昨日とかなの。あー、わかるわ。だから、あれ昨日連絡してたっけみたいな。うんうんうん、で、普通にこうやって見るとさ、全然毎日一応連絡は取ってんのよ。あー、え？だけど、そうっけ？うん。一応全然連絡、まあ、経ってない日もあったけど、でも全然一日丸々開くとかは思わない。で結構続いて連絡取ってるけど、なんか全然取ってない、元気してるかなとか思ったら余裕で昨日だったりする。もうそうよな。まあね、なーちゃんはちーちゃんのこと大好きだからさ。でしょ、1000人突破だって。なあちゃん。やったー。なあちゃん、いつも言ってくれるじゃん。なあちゃんだよ。ん？すごい、坊主みたい。なあちゃん、なんか今、現役の時みたいやで。ってこと？ん？ヒーがなあちゃん、なあちゃんって言っても、なんか、ありがとう。何やそれ。嬉しいわ。最近やったらさ、なんかさ、もう、おじいちゃんみたいな感じやんの。やけど、まあ確かに。そんなんやった。なあちゃんね、現役の時はね、すかしてたからね。何それ。なんか、ありがとう、みたいな。なあも好きやで、みたいな。何それ。なんか、ありがとう、みたいな感じなんですよ。バリ悪いやつや、なんか、ああ、なあも好きや。もう誰、これ構わず、ラブ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 、って。ほんとに。なあちゃん、ほんまにプチプチ止まるんやけど、電波大丈夫そう？止まっちゃったよ。なあちゃん、今日プチ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 止まるんだけど大丈夫？ごめんちゃい。ごめんちょい。いいさ、なあちゃんがさ、あんまりにもラブ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 言いすぎてさ、一時期ラブめっちゃ嫌いだったんですよ。ガチラブ。でもファンの人にも言われる。女の子が。みんなに言ってるじゃん。よく言われる。正しいだよね。なんでなの？そんなことはないだよ。そういう印象になっちゃうしょ。なあちゃんは人たらし、ひじは八方美人。違います。でなんかほんまに思ってる時しか言わへんしか。ほんまに思ってる時しか言わないから、そういうこと。あれやめてんだか、あれ話しちゃう。じゃあでもっと間が悪いな。なあ、上手上手。なあちゃんしかわからんのよ、それ。でも知ってます？これ TikTok で流れてる坊主の
黒人の方がやってらっしゃる。え、やば、八方美人なのでニコニコしながら歩いてたんだけど、知らないおっさんに笑顔がムカつくって殴られたよ。だって大丈夫そう。人生は残酷やねって言われる。そんなすごい。どこにいた？なんか人生2周目。日本大どこ？二周目ぐらいの勢いだね。やばいじゃん。やばい、普通にそれさ犯罪じゃない、大丈夫？でもニコニコしてた方がいいよ。かわいい。今日顎にフィットしてるじゃん。なあちゃん、なあちゃん、なあちゃん、かわいい、かわいいやん、もう何でもかわいいやん、甘やかしまくりやん、もう分かった。もうなんか2回目やらせんといてよ。プレイ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 。甘いよ、みんなも。ななみちゃんは何でもかわいい。甘いね、ほんとに。かわいくないし、これ。見て。ねえ、我に書いてみんな。これにかわいいって言ってな。かわいいよ。かわいくしなきゃ。よいしょ。マジで、明日それで仕事行けよ。うん、行くよ。写真送ってんの。仕事の服着て帰って、ストーリー載せて、絶対約束してね。すごいしんどいな。ちゃんと山田七海の公式マークついたやつのストーリーに載せて。怖い。え、僕3歳児でしょ。それが可愛くなったら私ゆきなは可愛いって。何言ってんの。めんこいね。青秋田弁だって。めんこいなぁ、タンゲめんこいで。タンゲハウンで。タンゲは青森です。どこらせ？ハンメツァブワー、めんこいね。そうやって聞こえたん。めんこいで。タンゲあんためんこくて、秋田ごまち。宿泊してるか、それ。すっごいあなた可愛くて秋田小町米って言ってる。秋田小町って米ってこと？いや、秋田小町は別に米じゃない、米の品種なんだけど、うん、バカにしてるわけじゃない、違うじゃなくて、やっぱ方言っていいなっていう尊重してるんですよ。関西弁に言われたらね、バカにされてるわ。いや、そんなん言ったらあなたに関西弁されるときは相当バカにされてんぞ。やってみいか、それ。全然まだ喋らんで。喋らんで。ちーちゃんさ、そうやって言うね。なんで。喋らんで。でも、いつでも朝ドラで関西弁の、オファー来てもいけると思う。いやいやいや。じゃあ、奈々が行くわ。その朝ドラ。なんで、奈々秋田人にその、やめてくれよ。どこ行かしてくれ。喋って。はい、今日昼ご飯何やったん。今日昼は中華食べたね。中華の中で一番何が好きなの。
中華やったらエビチリが好き。まあチンジャオロース。チンジャオロースも好きやけど、ヒジはエビが好きやからエビチリが好き。小籠包も美味しいな。美味しいな。あそこが好きやね。なあちゃんとパパとママと行ったところの、あのラーメンがもうめちゃめちゃ美味しい。あ、4人で行ったとこ。うん、あ、そう。行きたい。覚えた。覚えた。そこがめっちゃ好き。もうね、過去一くらいのなんか好きなラーメンやった。じゃあ早く兵庫来た方がいいな。ほんまやな。兵庫にな、ほんまに結構な期間過ぎたから。もう好きな食べ物と好きな店がいっぱいできてしまって。そうか。もう本当に食べたいご飯がいっぱいあんねんで、分かっと。このものはまた来てもらわんと。どうできた？完璧。ほんまに？いや、いい感じやで、いい感じ。関西弁講座。関西弁講座。やっぱり英語もネイティブって言って、その周りの本場のね環境に行って実際にこう聞きながら喋るっていうのが大事っていうのと同様に、関西弁が上達したい人はその本場のところにね行って現地の方と喋るっていうのをやっぱりしっかりした方が上達はすると思います。らしいです。50点やって言われてます、ね、バカ低いやな、平均や。7はじゃあ、くそやな。76点。お前も低いやな。いやいや、高いよ。でもっと関西人は多分、あ、でも人によるな、それは。ひじさ、遅い？遅いで喋り、結構。でも普段めっちゃ早口って言われるんで。なんか秋田の人って早口なイメージやけどな。あ、そう、なんかね、寒いから。そのゆっくり喋ってらんないっていう。ちいちゃんはでも口ちっちゃいな。動くの。ちょっと何言ってるか聞こえない。一緒やねん、そこに。たぶん。え、なんでちっちゃくなったの？別に理由はない。そのちっちゃく動かす理由はない。ナナはだって歯並びが悪いから、昔結構。え、でも普通に滑舌が悪いの。そうなの。全然喋りながらさ、自分がさ、思うように口動かないもんなんか。でもなんか歯を隠すためにちっちゃく喋ってた、昔から。分かんない。でもともとあんまり口を動かして喋らない、うん、そうやな、そんなイメージある。私笑う時もさ、こうやって笑うじゃん、うん、下に下がるよな。7も結構もごもご喋って、はい、ついでに声も小さいから。あ、声ちっちゃいな、確かに。え、36分早っ。立ってたのに終わり。こんなにペラペラといつも通りの私たちをまたしゃべる。カット編集。本日はゆるくおしゃべりということでしゃべらさせてもらいましたが、でも皆さん いかがだったでしょうか。ゆるすぎー、やまりん。コロコロ出したの。じゃマイクにしようと思って。皆さんいかがだったでしょうか。イエーイ、楽しかったよ、楽しかったよ。そうだと思ってました。自信満々。皆様もう1時間経ったということで、本日のヤマリンのコラボショールームさよならというお時間ですね。終わりですね。今日はどうでしたか、ナミさん。そうですね、なんか本当になんか自分を出せた配信ですかね。でも最近結構やっぱヒーチェンとコラボするときはこういう自分も出してるのかなと思うので、もうそろそろ皆さんも慣れてきたかなと思うんですけど、まあこれからはまた次企画を何か考えて楽しみたいと思います。ありがとうございました。ひじいさんどうでした？ということで本日の配信は
ちょっと違う。ひじりさん。忘れ物のないように。ひじりさん。すみません。ひじりさん。秋田県のひじりさん。秋田県のひじりさん。誰となら配信してて。びっくりするわ、怖いわ。しかも、おんのかい、その部屋に。誰やっけ？ひじりさん、はい、どうでしたか？どうでしたか？はい。今日はこの配信がとっても待ち遠しくて、今朝もシュッと目覚められると思いきや全然起きられませんでした。はい、ブー。そして今も眠いです。最低。はい、もうさよなら。来週一人でやります。嘘です。今日も今週もとっても楽しい配信でした、はい、毎週こうやってなーちゃんと配信できてとても嬉しいです、うん、みんなこれからも本当は YouTube をするのがそのできる、はい、ね、あの言葉が見つからない。いや、見つけて見つけて。YouTube をこう頻繁にねこう更新できるのがもう理想のベストな形なんですけど、ちょっと今それがお互い更新したいなっていう気持ちもありつつ、あまりこうねうまくいかない状況でもあるので、こういう違うツールではありますが、ヤマリンチャンネルをこれからも応援してくれたら嬉しいなと思います。本当にヤマリンは永遠です。本当にヤマリンは永遠、絶対に仲悪くなることはないし、うん、っていうのは本当に一生生涯もう人生かけても約束できますので、ヤマリン推しは損しないと思います。多分おばあちゃんになっても一緒にいるので連絡は取ると思う、うんうん、よろしくお願いします。なのでこれからもヤマリンよろしくお願いします、はい、それではランキングを読んでいきたいと思います。13位、ランナン、ありがとう。ここだ。13位、香港のケーキ屋とナナレンジャーとナトリドーさん、ありがとうございます。12位、新一、ありがとうございます。12位、フォーコアット香港ひじり一生さん、ありがとうございます。11位、クッキー、ありがとうございます。ハルキー、ありがとうございます。10位、中身、ありがとうございます。9位、ジンジン、ありがとうございます。9位、タロイモ、ありがとうございます。9位、ヤマさん、あと丸メガネのおさん、ありがとうございます。8位、マボロシ、ありがとうございます。8位、オムさん、ありがとうございます。7位、ナカケン、ありがとうございます。タコタコ太郎さん、ありがとうございます。6位、ヒデくん、ありがとう。6位、キヨシさん、ありがとうございます。5位、ぐるぐる、ありがとうございます。あやとアルミカン、ありがとう。4位、まさまさ、ありがとう。マカのりゅうさん、ありがとう。3位、あい、あいちゃん、あい、ありがとう、ありがとう。たーくん、ありがとう。そして2位、ファイヤーズルソンさん、ありがとうございます。けんけん、あとひじ、ありがとうございます。そして本日の第1位はドゥルドゥルドゥルドゥン、サノホクト、ありがとうございます。こちらの1位はオレンジの新製品ハッシュタグチームひじちゃん、チームひじちゃん、ありがとうございます。みんなありがとうございました。ということでちょっとだけラッキー読みます。よしこちゃん、ラッキーゆきな、ラッキーゆらら、ラッキーたかゆ、ラッキーわーたん、ラッキーポニョ、ラッキーみっちゃん、ラッキーひろくん、ラッキーのんちゃん、ラッキーちあき、ラッキーしゅみけん、ラッキーまいくんかな、ラッキーしの、ラッキー、ということで今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございます。
こっちの帽子かぶってる方が山田七海で、こっちが谷川ひじりです。え、初見さんですか？うん、お名前なんですか？わお、少々絶対嫌われた今の。なんだこいつ。じゃあ、ありがとうございました皆さん。ありがとう。ひじさん、いつもなっちゃんの配信の時さ、うん、なーちゃんの話に夢中になっちゃってみんなのコメント返せない。ごめんなさい。怒られたの？違う、怒られてないよ。全然怒られてないけど。なみちゃんたち話に夢中になっちゃう。でもみんなのこともだい。そう、なーちゃんと話してて話に夢中になっちゃって、なんだかなんだかみんなのコメント見えてるんだけど、自分の中でうんうんってやって終わっちゃうんだ。ごめんなさい。でもいっぱいみんなコメントしてほしいなって。なぜならば、コメントっていうのは嬉しいものであるから。そうだな。でも、なーちゃんとの話にも夢中になってしまう。これからもコメントも以上だ。待ってますから。皆さん、次回も。名前教えて。谷川ひじりです。はい、違うな、山田ななみです。検索してみてください。ボーやば、怖っ、この人と組んでんだ、やだ、これから下げるやつやん。嘘だよ、ないじゃん、大好き。分かってやがて、うるさいんだよ。分かってやがて、いいかな、分かってやがて、ミスればしないね、今日ね。ね、だってこの人こんな感じ。